皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語ね、続きやってまいりたいと思います。通算1000トンで、28回目か、62年目ですね。後半戦に入ります。名古屋場所の場所前稽古となります。前回ね、後半ちょっと横綱に2人敗れてね、巴戦に持ち込まれて、巴戦も敗れてしまったね、一条さんですね。あ、初日絶好調ということは15日目絶不調ということですね。これまた一条さんかわいそうやね。はい、室町さんはまだまだ鉄砲の最中でも、明日もね、小遣いですね。で、九条さんはあと3場所で5ポイントか、上がるんかな。まあ1ポイントずつなんとかね、稼いではくれてるけどね。で、塩小路さんもね、運よく巴戦持ち込めたんですけど、七条さんにはこの方ほんと弱いね。で、六条さんはよくね、危なかったね。横綱2人に勝って勝ち越しっていうね。七条さんの場合なんか忖度がすごい見えた気がしたけどね。で、七夕でもやっぱり不思議ちゃんですよね。八条さん前回優勝、これがもうね、秋場所九州場所で優勝してたらね、ちょうど来年度の頭ぐらいでね、見えてたかもしれんけどね。横綱がね、ちょっと早かったよね。名横綱で終わっちゃう可能性もある。さあ、倉持さんも明日ね、まだまだ申し合いが続いていますけど、小遣いが入りますね。で、花江町さん。花江町さんも絶好調で迎えそうやね。で、北山さんは下半身鍛錬中という具合ですね。まあ、こんな育成方針か。はい、では、2日目いきましょう。市場さんはね、こうなるとちょっと最近ついてない感じになるね。はい、はい、ごっつぁんでーす。あー、上がらんな。塩小路さん上り上司か、中条さん下り坂へね、本場所迎えるときは。はい、小遣い。はい、ごっつぁんでーす。まあでもね、花江町さんと六条さんが、一応好調で迎えるっていうことは、まあ負け越しの可能性は結構低くなるんかな。でも急に衰えたね、特に六条さんなんかね。花山さんはなんとか先場所11番か勝ちました、10番勝ちましたけどね。鉄砲再開。室町さんもうすぐ集中力30台ね。お、上がった九条さん上がった、よかった。また鉄砲行きましょう、切り替えてね。びっくりした今。何にも考えんと、あ、やっぱそこのパターン多いよね。こっちは上がったね。十条さんもね、あと下半身1個上がるとね、やる気ないゾーンですもんね、よく考えたら。よかったよかった。はい、4日目でーす。で、鉄砲、あ、次で30ね。で、鉄砲いっちゃおう。
まあ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 、一つ上がってくれただけでも全然違うよ。もうね、あとは安心、安心ではないけどね、まあ1ポイントか2ポイントぐらい取りこぼししちゃうでしょうけどね。まあ仕上がり方はいいですからね。5日目いきます。あとは本当、中条さんへね、そのやる気ないゾーンに入った後、今年度中にどこまでね引き上げてくれるか。さあ諸町さんは30ね、集中力入ってくれましたね。まあ、6条さん、8条さん、花山さんがね、絶好調で迎える感じなのか。これ、3つは、10のくらい上がりそうやね、間違いなくね。発力と柔軟性が60台入って判断力も40台いきそうですね。北山さんも間違いなく下半身40台入ってくれそうですからね。では、6日目ですね、参りましょう。あとは本当ね、室町さんが技覚えてないからそこやな、タイミング合わんちゅうかね。ないな。まあやる気ないとも出んからね、純粋に外れなんだろうけどね。八女さんね、まだ26でよかったよね。十女さん引かない、あんだけ引いてたのに。先場所、先々場所、ああ柔軟性が60見えてきてる。北山さんも次で下半身ね、明日で40ですね。では、7日目絶好調がね、15日目も8足しやから絶好調になるんですけどね。だが6条さんでしょ、まずね。で、8条さん、8条さんもだから本当はね、来場所か、来大場所ぐらいで優勝してくれると横綱に近い状態で迎えられるんだけどね。10条さん引かない。柔軟性次で60、で北山さんに至っては下半身ここで40台突入ですね。今で7個目やから、あ、小遣いあるなこれ。はい、8日目です。まあまあ1個上がってくれたからそれはそれでね、いいんですけど。八条さんもどこまで活躍できるんだろうね。パラ削れたら、あ、十条さん全然いかん。柔軟性が60ですね。明日判断力と
瞬発力がね、桁変わります。桁は変わらないか。10の位がね、1つ上がりますね。これ逆にここの画面いきますけど、十条さんがちょっとね、坊主臭してきたな。で、こういう時に、後援会引いてね、タイミング悪かったね、なんて言われそうな気するな。あー、九条さん引いてるわ。まあ、上がったかどうかは別として。十条さん純粋に引かない。さあ、この申し合いで判断力が40台、瞬発力が60台ですね。でもう一回ね、申し合いがあるからちょっといいんですよね。で、北山さんはあと4つ入れて小遣いかっていうことは14日目で小遣いなのか。10日目いきましょう。九条さんは2ポイントアップしてくれたらね、完成が見えるんだけど、どうかな。木のあたり引いてたからな。十条さんがね、全然引かない。ほら、今場所はタイミングが合ってない。さあ、倉持さん、これで明日お小遣いね。まあいい、6、7上がるから大体ね、一場所。もうちょっと上がるのが8ぐらい上がるのか。ただ2回小遣い入れるから、やっぱり2ベリするんですよね。ただ、3つパラ上がるのはやっぱり大きいんですよね、このゲームで考えたらね。では11日目この辺で十条さんは引いとかないと2ポイントアップすらないというね。残り10残しでね、来年度迎えるのと8になって来年度迎えると全然ちゃうからね。うわー、九条さん2ポイント目来た。おー、ここへ来てどうした。十条さんがなー、ほら引かないんですよね、偏る。小遣い、はい、はい、ごっつさんでーす。もう3ポイントなんかアップしてくれたら完全に完成形見えるんやけどね。ボスあるからな。なんとも言えんけどね。はい、12日目いきましょう。カハクベースだね。まあやる気ないとも出てくれてないが、確実にね、パラアップ拾ってくれてるから素晴らしいよね。先場所までそんなこと全くなかったんやけどね。逆に煽り受けてね、4ポイントアップした時もあれば、わあ引かないもん。明日やと小遣いだ、北山さんね。明日が13、14日目やね、やっぱりね、言ってたように。では、13日目、参りましょう。
九条さんに至っては申し分なしやね。あとほんと、3つ。これをどうするかやね。あとね、2ポイントね。判断力でいいんかななんてね。うん、講演会すらない。で、これで北山さんは明日お小遣いになる。で、まあもうね、いつも言ってるように北山さんに関しては技研究がありませんのでね。で、14日目。鉄砲やね。で、明日技研究か。40乗らんかったな。まあまあ2つ上がってるからなどっかで期待してる部分はあるんやけどね。なんだろうね。ああ、引く気せん。はい。で、倉本口さんも明日技研究。で、ここで小遣い。アイコツさんでーす。で、明日も下半身やね。はい、それでは、名古屋場所の場所前稽古ラストいきましょう。七条さんが、そう、期待しないで不調なんですよね。で、室町さんは、はい、広がった、よし。で、九条さん上がる、うん、よっ。あー、まあ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 、2つ上がったからな。あとで2場所で3ポイントやから、ちょっとハードル低くなったよね。まあ11でいってくれたらね、1ポイント残しやから全然 OK で、六条さんが絶好調で、八条さんも絶好調。十条さん1個ぐらい上がろうやーてい十条さん坊主でした。はい、技研究。はい、あー、こっちは早くか。で、花山地さんも絶好調、うん。で、北山さんは下半身。という感じですね。では技確認して終わりたいと思います。室町さんよっ。あ、はたき込み覚えてる。そうか、室町さんはねごめんなさい、喉引っかかった。こっちもハリテケヤが武器著産系な、なんかね、匂いプンプンしてんだけどねはい、というわけで、場所前稽古は以上で終了でございます。またね、名古屋場所本場所の方もお楽しみにしていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。